今回紹介する新カードはノーマル措置。ただしここが強いとかどう使えば良いとかじゃなくて、あまりにも厳しい性能やったからなんとか活躍させたかった。情報修正を願う感じの話。スペックは武力5、知力7、無特技の 1.5 割変。他の勢力には領地で特技持ちが複数おるから。通気採用は厳しい低めの性能。じゃあ計略が強いかというと、同じスペックで計略用途に近い青の SR ネネと比較するとこんな感じ。風速山岳四大戦で刹那の粘りや川族の粘りが環境で活躍した時期もあったからだ。効果時間やカウントとあまりに短く、今の基準ではかなり苦しい性能。なんとか活躍試合をお見せしたかったけど、情報修正に期待することにしたよ。もうダメだ。それ。違いな。真っ二つだぜ。僕は帰ります。違いな。拙者に任せよ。ビビっちまった。おんのご主人。宇宙船、大したもんだ。体力には自信があるんだ。私の夢をあなたが叶えてください。それ、ここまでだ。強き欲はそのまま強き力になる。まだ俺は流派発動。見ろ肩。それ。宇宙船。僕は帰ります。宇宙船。夢を叶えて。真っ二つだ。宇宙船。ビビっちまった。まずい。体が。戦機開始。倒れてはいけないよ。じっくりと楽しまなきゃ。流派発動。二の型。いや違いな。宇宙船。やっちまいな。さらば。この俺が。シャワー。宇宙船。私の夢をあなたが叶えてください。宇宙船。僕は帰ります。やっちまいな。宇宙船。もうダメだ。宇宙船。体力には自信がある。昔の俺ではない。真っ二つだぜ。大したもんだ。このわしが出よう。さらば。走り出したら止まらんぞ。
それ夢を叶えて突撃オンの指示ビビっちまったまずい体が拙者に任せよまだ俺はそれやっちまいな僕は帰りますうじゅうせうじゅうせまっぷたつだぜそのまま強き力になる。レクソー身体狙うは敵将の首だ。ビビっちまった。宇宙せい。宇宙大したもんだ。流派発動。三の肩。落ちる。うわ！流派発動でた。三の肩。守り抜くそれまだ俺はシャワーここは連戦コードで戦機は隠す方針体力には自信があるんだこの方針だけよ今回は2試合あるよオンのご指示俺に戦場を体力には自信があるんだいやー
このわしだけを発動。身の肩この茨は容易く通れると思うな。すぐに倒れてはいけないよ。じっくりと楽しまなきゃ。この俺が行くぞ。この茨は容易く通れると思うな。我が忠義は揺るがぬ。いや天気私の俺ではない。流派発動。三の方我が忠義は揺るがぬ。いや一つ借りだ。この俺が体力には自信があるんだ。いやくそ。いやいや昔の俺ではない。強き欲はそのまま強き力になる。無双の剛力であなたを支えてみせる。兵力や部隊が少ない同士の戦いは相手のデッキの方が得意やから全員整うまで待つべきやった場面やね。もったいないです。体力には自信があるんだ。拙者に任せよ。本能ご指示を。この茨は容易く通れると思うな。このわしが出よう。さらば。我が忠義は揺るがぬ。流派発動。二の方
動。三の肩。後悔はない。私は突き進む。我が忠義は揺るがぬ。もうダメだ。生きて再び。ご視聴ありがとうございました。